君の脳蓄積登録モーソルのプライムです。さあ本日も野草曲2続きをやっていきましょう。今日やっていくのがですね、第2話のスペシャルエンディングになります。何気に第2話のスペシャルエンディングがすでに2話だけで20回以上エンド到達してないといけないということで、多分ちょっとねギリ足りなかったかなって思うんで、それ見れないんですよね、何回行ったか。なんでちょっとそれを見て今これ望んでるんですけど、大丈夫か、20回超えたかなって感じですけど、とりあえずね、三角のタイミングはもうそのまま最後の方に行く方面みたいなんで、とりあえず三角を押すとこまでスキップします。はい、というわけでねすごいすごい飛んだなと思った人いると思うんですけど、もういろいろあって最終決戦のとこですね。テルコさんに電話したけどテルコさん出なくて、でキッチンに入った、まあ家ピンポン押しても出ないんで中に勝手に入ったところですかね。いや、そこの青い感じがめちゃめちゃ怖いな。でね、ここであるみたいなんですよ。あ、ここだ、ここで三角来た、びっくり。ん？耳を澄ます。しかしそれきり何も聞こえなかった。気のせいか。え、これだけでいいの？これ20回超えてなかった？もしかしてそれはありえる。僕はテルコさんの寝室に向かった。超えてなかったらこのままエンドまで行ってもう一回やるしかないか。僕です、モーソルです。と、モーソルさんどうしてここに？テルコさん、それより安藤さんは？安藤なら先ほどここに。で、犯人が安藤ですよって。間違いないよ。さっきの物音もしかして、あ、でもちゃんとさっきの物音って言ってるから大丈夫っぽい気がしますね。まずい、鬼村さんと翔子ちゃんは何も知らない。知らせないと危ないのでは。しかし安藤がどこに住んでいるか、潜んでいるかわからない今、下手に動くのは危険かもしれない。どうする、プライム？カット。え？ダメダメ、そんなんじゃ。ここはプライムが鬼村と翔子の危機を察知してどうしようか葛藤するシーンなんだから、もっとさ、こうバッとズーンとした表情してくんないと。それでドーンと最後の対決を迎えるんだから、分かってんの？と、あ、バッとズーンと、それでドーンだからね。バッとズーンとドーンとって、でも監督さん、まだ次のシーン決まってないんじゃ。大丈夫だよ、心配しなくても、今そこで書いてるから。今書いてるって。じゃあ行くよ。シーン98、カット7、テイク125。めちゃめちゃテイクしてるじゃん。レディー、アクション。え？ざわざわ聞こえてるよ、そもそも。いや、かん。いや、いいの？これいいの？これでいいんですか？これでいいんですか？スペシャルエンディング。ブルーリング手に入れた。あ、スペシャルって、あれか。必ずしもこう、なんていうの、なんでもこう、なんだ、完璧なエンディングを迎えてるわけじゃないんですね。よかった。でもただ、めちゃめちゃ短く終わったんで、このまま3巻もいっちゃいましょうか。3巻はね、エンド20回とか必要ないっぽかったんで、ちょっと、3話ね、行きたいと思います。スペシャルエンディング。はい。というわけで、ちょっとこれも、最後のところで三角を押すパターンみたいなんで、すごいふざけてたら、それはそれちょっと、まあ面白いけどね。はい、ちょっと飛ばしていきます。お。はい、というわけでね、来ました。もうすべての話が解決した後、すごい飛んできましたけど、このエリート中のエリートでね、ここで三角を押すらしいです。お、来た。すべて解決した後なんでね、え？何も変わんないけど。いわゆるキャリア組の中でも将来の幹部候補として期待されてる人なんだ。ここら辺変わってないですよね。だから千田警部としては若い頃から追い続けてる事件を迷宮入りにはしたくなかったというわけさ。あの事件に対する執念はそこから来るものだったのか。あ、そうだ、本庁って言えば、僕は随分前の鬼村巡査の言葉を思い出した。古川一家心中事件の時、鬼村さん本庁に勤めてたって言ってましたよね。ぶっと鬼村巡査がコーヒーを吹き出しそうになった。もしかして刑事だったんですか？昔の話だ。そう言ってコーヒーをする。なんだか言いたくなさそうだな。ここは深く突っ込まない方がいいか。何を鬼村さん、そうだったの？
ミキコが場の雰囲気をものともせず、ストレートに突っ込んだ。で、どうしてこんな奥根里で警官なんてやってるのよ。ねえ、どうして？ミキコらしくて笑っちゃうな、もう。うるさいな。鬼村巡査がめんどくさそうにミキコを見た。ちょっとうるさいって何よ。こわもての鬼村巡査の迫力も、ミキコにはまるで通用しない。ここに来た理由くらい言いなさいよね。やれやれ。鬼村巡査も苦笑いだ。人を撃ったんだ。そう、小さくつぶやいた。え？女の子をな。騒ぎ立てていたミキコも、次の言葉が見つからないようだった。僕もそうだ。昔ある事件を追っててな。俺もまだ血気盛んな頃だ。自分の力量を認めさせようと必死だった。鬼村巡査にもそんな頃があったのか。犯人が建物に逃げ込んだ。俺はそれを追った。応援が駆けつけるのを待たずにな。奴が拳銃を持っているのは知っていた。今なら一人で踏み込んだりはしないがな。鬼村巡査が握り拳を作っていた。僕は次の言葉を待った。薄暗い部屋の中、背後に人の気配がした。その瞬間、得体の知れない恐怖が俺を襲った。鬼村巡査の声が少し震えた。気がついたら血だらけの女の子が床に倒れていた。おお。重苦しい雰囲気が部屋中に充満した。お互いの息遣いまでも聞こえてくるようだった。そうだったの。ミキコがそう言った。鬼村巡査が小さくうなずいた。で、その女の子は？亡くなったよ。それでどうして奥根里に？僕は聞いた。責任問題もあるが、それは俺の希望だった。え、どうして？すると鬼村巡査はふうとため息をついた。それはまた今度話すよ。長い話なんだ。その時の犯人は？僕はさらに聞いた。それが未だに。言いかけて鬼村巡査は僕をちらりと見た。危ない危ない、聞き込みがうまくなったな。そう言って笑った。疲れてるんだ。これで失礼するよ。そう言ってコーヒーを飲み干した。いろいろありがとうございました。僕はわざわざ来てくれた鬼村巡査にお礼を言った。どういたしましてだ。鬼村巡査が席を立った。そういうことで。鬼村巡査が振り返って言った。君たちもあまり無理をするなよ。俺みたいに長い傷を負うことになるぞ。はい。僕とミキコは同時にそう言っていた。ほう。人生は長い。でも寄り道をするにはあまりにも短い。限られた時間の中で僕は何を見て、どんなことを考えて、そして何を大事にするのだろう。人生は大事なものを探す旅だ。探し出す旅だ。僕は今そう思っている。その旅の途中、僕は大事なものを失うかもしれない。鬼村巡査のように長い傷を負うこともあるかもしれない。その時僕は再び大事なものを探す旅を続けることができるだろうか。その強さが僕にあるだろうか。鬼村巡査も大事なものを探し続けているはずだ。だから理由はわからないが、自分からこの奥根里に来る道を選んだ。僕は思いたい。旅を続ける覚悟が僕にはある。僕にとって大事なもの、たくさん見つかるかもしれないし、一つも見つからないかもしれない。目に見えないものだったりするかもしれないし、はっきりと見えるものかもしれない。だけど僕には若い自信があった。その一つが身近にあることに、今の僕は気づいていなかったけど。これで終わりかな？ああ、スペシャルエンディング3。なるほどね。なんか、こう1、2、3って見ると2だけすんごい浅くなかったですか？ね、3はすごい深かったし、僕もすごい思うことあります、やっぱ。いい歳になってきてね。やっぱ死ぬまでに結局、これもできた、あれもできたって思って死にたいよなって思って、思うことあるんですよ、やっぱり。だからあれも、まあ、できるだけね、経験したことないことはなるべくしようっていうのでやってるんですけど、この指輪ってでも何の意味があるんですかね。まあ、とりあえずスペシャルエンディングまで見ましたっていう感じですかね。はい。というわけで、無事スペシャルエンディング3つ終わりました。一旦ここで切るんですけど、次回が本当の最終回になります。だから
そうそう、終盤ってずっと言ってる気がするんですけど、一応ね、見ての通り本棚まだこれ後書きの右にね空きがあるんですけど、多分そこに入るのかなと思うんで、ちょっとそれをやって、野草曲2終わりにしたいと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。プライムが喋ってました。バイバイ。